私が止水艦を落とした後、冥族の元に集った英傑たちが都に進撃し、董卓を討ち取った。たとえ乱世とて、悪の栄えた試しなし。しかし、都から戻った私を待っていたのは、黄金の残党と組んだ公孫さんの防衛であった。えい、あちこちと落ち着かぬわ。冥族の度量の広さで、旧敵呂布を迎え入れ、公孫さん撃滅に向かう。狙うは、三条の長円と砦の公孫さん。いざ、我が軍の部位を示さん。我らは公孫さんを攻める。呂布は三条を攻め、敵を防いでおれ。その首、おとなしく渡せ。炎将軍はのろまなやつばかりだ。呂布の活躍ばかりが目につくな。信用ならんというに。我が軍の者たちは何をしておる。冥族が率いし軍の勇壮なる様、見せつけてやらぬか。呂布だけに手柄を立てさせてはいかん。久々に強敵と会えたわ。敵将討ち取ったり。その軍隊、我々の力になります。地と勇で突破するのです。今度は負けねえからな。敵将討ち取ったり。今度は負けねえからな。敵将討ち取ったり。対面に会いたいか。敵将討ち取ったり。呂布軍が敵の伏兵に襲われております。貸した兵ごと裏切られてはかなわんからな。呂布を手助けしてやろう。
強敵と会えたわ。敵将討ち取ったり。手駒として扱うか。大将首もらった。次は負けない。敵将討ち取ったり。旧拠点とて甘く見るな。行くぞ。貴様とやる覚悟はできてんだろうな。守りに徹するまでもない。全軍進め。いざ炎将軍の横腹をえぐってくれよ。など不要ですかな。いかないもんだな。退散だ。敵将討ち取ったり。なぜじゃ、なぜか。
そう簡単。ここは引く。敵将撃ち取ったり。民の声があるか。私は立ち上がる。敵将撃ち取ったり。大将首もらった。若造が恩を仇で返すつもりか。この闇は信じる者のために振るうのみ。痛い目に遭いたいか。敵将撃ち取ったり。彼らが健康な守り、僕と見るがよい。
り。高村さんと族の長炎は殲滅した。これで河北一帯は遠家のものとなった。諸将の力によって名家の威光はより輝きを増したが、我が軍の国力は充実し、兵士たちも自信にあふれている。あとは関王朝が以前の威厳を取り戻してくれればよいの。